B チームの対戦相手は、レイヴン・テイル？毎回邪魔してくる奴らか。そいつは都合がいい。ロクサス、気をつけて。絶対何かしてくるはずだから。ロクサス、頼むぞ。ああ、おほフェアリーテイル B、 ラクサス・ドレア VS レイヴン・テイル、アレクセイ、試合開始。こいつは何の真似だ。1対1の試合じゃなかったか。全部叩き潰してやるよ。話にならねえな。幻なんか関係ねえんだ。今ここで現実のてめえを片付けて終わりだ。それは無理。そんなことだろうと思ったぜ、クソ親父。本当に知らねえんだけどな。ま、何でもいい。
まとめてかかってこい。マスターの敵は俺の敵だからよ。知らねえが、やられた仲間のけじめは取らせてもらうぜ。俺の家族はフェアリーテイルだ。家族の敵は俺が潰す。ナルミカズチ。出ておったのか。フェアリーテイルが勝ったんだよね。レイヴンテイルが幻影魔法を使ってたみたい。私たちには別の映像を見せて大勢でラクサスを襲ってたんだと思う。だがラクサスは一人でそれを全部倒しちまった。そっか。ともあれラクサスがウェンディとルーシーの仇を取ってくれたんだね。お知らせします。協議の結果、レイヴンテイルはマスターの出場を出場人数違反で失格となりました。レイヴンテイルの大会出場権を3年間剥奪します。これで奴らからの嫌がらせも終わるといいんだが。この魔力、エルザも気づいたか。この会場内からまがまがしい魔力が漂っている。私は調べに行ってくる。私も行こう。
相手がゼルフ絡みなら一人は心配だ。ありがとう、エルザが来てくれて嬉しいよ。これは仲間として心配という意味であってな。私を仲間と言ってくれるのか。仲間だ今はな。お前はミストガン、フェアリーテイルの大切な仲間だ。そうだな。何？向こうだ。向こうから魔力を感じる。急ごう。正体を確かめるぞ。すまない。急いでいたんだ。こいつじゃない。もっと先だ。ミストガン、マスクが。ジェラール。違うんだ。こいつはミストガンで。大丈夫か。救護班を呼ぼう。触るな。ジェラールは仇。ジェラール、貴様は許さん。待て、カグラ、これは違うんだ。黙れ、キル。ボーの方、急来神。そんな、上等デミザクラ。エルザ・スカーレット、ジェラールをよく知る者、やはり貴様もジェラールの仲間か。邪魔をするな。の方、エルザ・スカーレット、覚悟せよ。の方、まだだ。全体はフレアです。カッソン天輪の鎧、アクレストオーダー。邪魔をするな。私の方、エルザ・スカーレット、守る。行くぞ。カッソン、覚悟しろ。アクレストオーダー。行くぞ。カッソン、行くぞ。覚悟しろ。眠れ、五重魔法陣。ミカグラ、カッソン、ミニティーソード。覚悟しろ。それで終わりだ。王国の降臨。なんとはどこだ。
っちだこっち、早く止めてくれ。このままではまずい、今は逃げるぞ。ジェラールが、もうよい、落ち着いた。分かっている、もう大丈夫だ。すまない、奴らがかくまっていたのか。危なかったな。あれはマーメイドヒールの神楽三日月。俺のことを知っていた。それにあの目、本気で俺を殺そうとしていた。ジェラール、俺の過ちが生んだ犠牲者か。殺されてやればよかったかもしれん。バカを言うな。エルザ、お前は確かに罪人だ。だが私は許した。お前は己の過去に向き合い、必死に悩み苦しんだ。だからこそ罪滅ぼしにクリムソルシエールを立ち上げたのだろう。ならば最後までやり遂げてみせろ。甘えに惹かれ、途中で投げ出してはいけない。エルザ、すまない。お前の言う通りだ。軽い気持ちでクリムソルシエールを始めたわけじゃない。世界を厄災から守るためにあの魔力を追う。俺は行くよ、エルザ。ジェラール、罪とは簡単に消えぬものなのだ。